こんにちは。上んに上竹です。です本日、2019年11月22日はニコン Z50 の発売日です、はい。おめでとうございます。でますで私たちはカタログ撮影のために8月の初めぐらいからこのカメラを触らせていただいていて、ねまあ、カメラってやっぱ触らないといい部分とか、うん、まあ触らないとね、分か,分、ね、分からない部分でた,たくさんあります。うん、で、特にまあスペック表を見てもね。うん 画素数とか書いてありますけどファインダーの見え方とかグリップの握った感じだったりカメラのレンズとのバランスなんていうのは書いてないわけですからやっぱり皆さんもカメラを持って使いやすいかどうかっていうのを見ていただきたいなと特にシャッターフィーリングとかってシャッターオンはこうですなんて絶対書いてないですからね皆さんで押してみてそれもすごくモチベーションになりますからね見てみてください。今回いいろろ使って 特に感動したことって何かありますかねやっぱりね、うん、私たちはスナップして毎日街を歩いてで,できる限り歩くようにしてるんですけど、うん、そうすると小型で軽いっていうのはかなりアドバンテージになりますねこれはねやっぱり ここれれだだけ使ってみてみ一番感動ししたことかもしれない、ね、そうだよね、うん、特に Z6 を普段使ってるんですけど比べてみるとかなり軽くってあの小さくなったんですけど操作感で全然変わってなくて、うん、例えばファンクションボタンだったりとかコマンドダイヤル、うん、サブコマンドダイヤル両方とも搭載してたりとか、うん、あとはねグリップもしっかりとしていて。 小さくて軽くなったんだけれどもすごく操作感はそのままで撮影できるっていうのがこの Z50 のいいところかなすごい重要なことで Z6 使ってる方 Z7 使ってる方も何の問題もなく違和感なく使えるやっぱりねエントリー機的なイメージがあると思うんですけど全く違います正直なので本当にサブカメラとしても最高のねスペックですのでこれはねかなり楽しみなんじゃない かなと思いますね、うん。じゃあどこがいいなと思った、はい、僕はねやっぱり絵作りの部分かな。なね、もう Z の絵作りって本当にもうシャープでカッチリしててってい、うん、僕らの好みの絵なんですよね。うん、それがまあ XPEED6 とはこのいいレンズで,、うん、でその描き出されるわけですけど、うん、それをそのまま Z50 に継承しているんですよ。うん、なので もね、ほぼ一緒ねそれちょっとね写真を見ながらお話ししていこうかなんかあるかなあとはね今回この小さなボディに合わせて新しく1 6 5あが登場になったんですけれどもこのレンズがとにかく映るんですよでこれはやっぱり写真見てもらった方が一番早いと思うのでじゃあ早速写真を見ていこうかなそうですねまずは最初に、僕の撮ってきた うん、写真ですね台湾に行って、ね、撮ってて撮きました、うん、このカメラ持って実は2回も台湾に行ってるんですけど、うんはい、こちらの写真なんですが、うん、これは、ね、クリエイティブピクチャーコントロールのグラファイトっていうのを、ね、使って撮影してます、まあ、モノクロのセッティングで、うん、結構ハード系の、ね、ハードモノクロームな感じなんですよね。うん、でこれはキットレンズの1650で撮ってますけど、うん、あの街並みにピント合わせて手前の、ね、これ横断歩道の看板なんですけど、うん、それをぼかして。うん スクーーータタが来る瞬間にシャッ結構遠近感があるけどこれは何ミリぐらいでのか16ミリで F8 ぐらいかななのですごくシャープな部分はシャープですし手前の看板は少しだけぼかしてるっていうようなね奥行き感がねすごくあるんですよ次はねやっぱりこの Z50 って僕にとってはも本当手のひらサイズっていうぐらいちっちゃいわけですね こうなるとね、スナップはしやすくて、うん、カメラを意識させずにパシパシ撮っていける、うん、この機動力っていうのは抜群かなと思いました。うん、これあの観察的な観点ではなくて、うん、あのもう本当に街に溶け込んでスナップカメラとして優秀っていうことですね。うん、やっぱりあの自然な雰囲気を撮りたいときはね、うん、あるので、そういった時にはこの Z50 の機動力っていうのはものすごく。 あのいいんじゃないかなと思いますね。うん、あとはね、やっぱり、うん、あの速射性もあるから、うこういったシーンも気づかれずに撮れないっていうのは、カメラに気づく前にシャッター切って、うん、その場をされるっていうメリットがあるよね。そう。すごくねある。うん。最後の一枚がこれはえー、っと夜のねあの、うん、台湾の街なんですけど。うん。 まあ、店じまいにおじさんがこう、ね、ほうきで履いているところなんですけど、うんうん、で今回、ね、この Z50 には手ブレ補正を、ね、内蔵で積んでないんですよ。うん、なのでこの写真はです、ね、この35の 18S という単焦点を撮っているんですがそうなってくるとブレっていうのが怖くなっちゃうところなんですけど、うん、これはもう、ISO 感度がすごく性能がね、ISO 感度の特性がいいので s,、うん、<S o 1600まで上げて撮影してます。うんで そうすることによって手ブレもここで重要なことっていうのは被写体ブレをね防ぐっていうことこれはもう手ブレと被写体ブレって別ですからね、うん、から結局手ブレ積んでてもねあの125分の1は確保しないといけないので一層感度上げなくちゃいけないので、うん、まあほとんどん関係ないかなと、うんでまあ、実際に1,600まで上げるとノイズも少なくて、うん、本当に細かなディテールまでね、うん、しっかりと。 描けてるかなというようなね印象を受けましたね。綺麗だね。はい、このシーン覚えてるよ。結構暗いシーンだったよね。うん、かなり暗い。うん、そこをねしっかり撮れるっていうのもポイントが高いんじゃないかと思いますね。うん、ではねえー、っとこのキットレンズのねちょっと改造感とかをね、うん、見ていきたいんで、うん、ちょっと撮影した。 小室さんから説明してください。はい、でこれはあの福島の実家の近くの田園風景を撮影したんですけれども、うん、えっとキットレンズの1650で撮影していて、はい、広角端ですね15ミ、mm、リ側で撮影してます。うん、でえっとやっぱり開放これ F3.5 開放なんですけれども、はい、開放で撮影すると周辺部分に収差が出ちゃって、はい、やっぱシャープにどうしても映らないレンズって多いんだけれども、うん、多いね確かにね Z シリ ズのレンズって開放からかなり周辺までシャープっていうのが、うん、あのすごくいいところ。このレンズは小さくて軽いんですけれども、やっぱり他の Z レンズと同じような絵作りっていうのを最大限まで引き出してくれる。うん、なので、まあ周辺でちょっと画質の方を見ていきたいと思います。はい、じゃまず F3.5 開放、うん、16ミ、mm、リですね。うん、で、他社さんのやつも同じセッティング。 ちょっと比較した方が分かりやすいので名前は出さないですけど同等クラスのカメラはどんな感じなのかっていうのをこれが左端ねこれ Z50 で撮影した1枚ですけれどもまあ見てだくと草の一本一本線がししっかりてるそうだねかなりシャープに切り取ってくれてるし細かいんだよね。別のこれははでないカメラ あこううなっちゃうんですねやっぱね一般的なキットレンズって、うん、開放の収差ってかなり出ちゃう、うん、そうするとこんなふうな風にぼやけて写ってしまう、うん、じゃあせっかくなのでちょっと絞ったものそうだね F8 ですね、うん、で F 値を絞るとだいたい周辺の画質って改善されてくるんですけれども、うん、そこでちょっとあの比較してみたいと思います、はい、F 値を大きくするとですねこれが、Z、はい。 で見ていただくと開放 F 値から絞るまであの安定してるんですよ、ね。あんま変わらないよね。うん。だから開放から優秀だってことかな。そうだね。うん、で F 八まで絞っていただくと、うん、より細いところの描写力っていうのが上がってくる。なのでまあ風景を撮るときは5.6から8ぐらいに絞れば、うん、もう周辺までバッチリ映ってくれるのがこのレンズの良さ。はい、じゃあ,じゃあもう一つがカメラだと他社さん。 でこれね<ー>やっぱ絞ってるんだけれどもどうしても Z50 の周差は無理だねそうなんだよねい細い線の描写力っていうのはかなり変わってくる、うん、やっぱりポートレートとか撮ってると周辺ってね、うん、あんまり関係ないんですけど、うん、ボケちゃうからね、うん 風景とか都市風景自然風景撮ってる人って端までちゃんとね描いてほしいですよねそういった時にこの Z の1650ってすごくいいレンズなので例えばちっちゃくなったから山登り持っていこうとかっていう方もねやっぱ周辺ぼやぼやしてたら嫌じゃないですかそういった時にやっぱ1650のこの驚異的な画質っていうのを楽しめるんじゃないかなこれ本当キットレンズとは思えない描写力じゃあせっかくだから交換の性能をちょっと見ていこうかな。 でまあ、今回スペック的に言えば100から5万1200まで、ねうん、対応なんですけど、うん、まあどれぐらい使えるのかなと思って、うん、え横浜の夜景を、ね、ちょっと撮ってきました100から800だとほぼ変わらなかったのでちょっともう抜かしてっ800から始まってます左上から、うん、80016003200で左下が5万1200横にこうなるんです 横に行って戻って横に行って戻ってって感じかな。はい。でここで見ると、まあ場所これねあの元々のこの絵をいろんな場所拡大してます。はい。まずはランドマークの近辺ですね。ノイズが目立ち始めるのっていうのがだいたい6400ぐらいかなと思います。ちょうど真ん中ど真ん中から。まあちょっとザラザラとし始めたかなっていうのはそこ。でえっと今度は街の中ねちょっと軌道の高い部分だと。 1万2800でも結構いけるからだからものがしっかりしてるとかシャープなものっていうのは意外と好感度でいけるんじゃないかと思います一番シビアに出るのはやっぱりフラットな部分空とか壁とかそういったものはね人肌はね特に目立ちやすいこれはニコンだけではなくてどのメーカーさんも言えることで8001600ぐらいは全然余裕で。 3, も大丈夫、うん、6400たりからちょっと空のノイズの消し方がね気になってくるんですけど、うん、それでもまだ常用ぐらいかなでもそれって100%に拡大しないとだよ、ね、そう結局ねこれ一部を100%当倍まで拡大してるので、うん、まあそんなこと基本しないじゃないですかしない、ね、そうなってきた時にあのどこまで使えるかなと思ったらやっぱり6400とかね、うん、多めに見れば1万1200。 1万、うん、2800ぐらいまではいけるんじゃないかなというのをちょっと感じました、ね、ただもそう考えるとさっき台湾で撮った ISO1600 の写真ってノ、うん、ノイイズズレレスス本当だね、うん、なので今回ねその好感度性能も良くなってるので、うんうん、センサーを、ね、D500 とか7500と同等のものを積んでるのですごくハイスペックな、ねうん、センサーをね活用してるっていうのもポイントなんじゃないかなと思います。はい じゃあ私の写真を見ながら、はい、Z50 の魅力を語っていいいきたいと思いますこれは鎌倉で撮った1枚で,、うん 1> でまあ、これねソフトクリームのように見えるんだけども、うん、実はチーズケーキで,うん、うん、でこれがすごくおしゃれだなと思ったので片手でチーズケーキを持ってもう片手でカメラを持って撮影してます。うん、でカメラが小さくなって軽くなったので、まあ、こういうふうに片手で撮影するといった時も無理なく撮影できる。そそっかそっか、うん、か Z6 とと、ね、だできなくなくいけど 多いもんね。ねうん、で気軽に本当撮影することができるようになったんですけれども、で先ほど言ったようにこのキットレンズって写りがすごくよくて、うん、あ<で>これはキットレンズなんだよね。うん、で見ていただくとやっぱピント面だよね。このなんかこれは、ね、凍ってるのかな。あ<ー>、フルーツは凍ってるんだけども、凍ってる感までね出てるね。うん 細かなところまでしっかりと表現してくれるんだけれども、うん、Z シリーズのレンズってピント面シャープで,、うん、でボケ感は柔らかいっていう、あのー写ね、描写を、うんうん、楽しむことができるんですけれどもこれキットレンズならでもこんなふうに、んまあ、焦点距離でいうと3 5ミリぐらいで撮影してるんですけれども。5 0ミリ相当だよね。うん で見ていただくと、うん、まあ背景の丸ルボケだったりとか、すごく素直にね表現してくれるんですよ。綺麗だね。うん、もう十分、もうこのレンズで十分と思って、うん、でほとんどレンズ交換することなく、私はこの二ヶ月間ずっとこのレンズばかりで撮影してました。機動力重視って感じだ、ね。もうそうだね。うん、でもこれだけ写ってくれるっていうレンズです。で次の写真。次真行ってみよう。でこれはねハノイで撮影した一枚です。うん で夕日がすごく綺麗だなと思って一枚撮影したんですけれども、まあどんな設定で撮影しているかというと、ピ、はい、クチャーコントロールをビビットにして、はい、でホワイトバランスを晴天日陰、ちょっと赤みの出る設定、はい、でなおかつあのマゼンタ、ちょっとピンクっぽくなるように設定を変えています。ホワイトバランスの微調整をかけてるてこところですね。うん、なのでまあ絵作り元の絵もすごくいいんですけれども、もうちょっとこうしたいなって言った時に味付けもすごく簡単に行うことができるのが。 特になんかねこの夕日のグラデーションとかね、うん、あと水のこの反射<ー>これが多分 XPEED6 になってすごく、うん、出るようになったところなんですよ、うん、透明感とか、ね、それが本当 Z6、7と一緒だね結構難しい色味だと思うんですけれども、うんうん、グラデーションだったりとか。 淡いところにかかるあのあの緑色のところですよね、うん、緑じゃなくてブルーのところですね、うん、そういったところもしっかりと表現してくれていて何よりもこの写真で一番驚いたのは。 ダイナミックレンジ手前くらいよねそう手前は影になっていて本当は影になって黒く沈んでしまうようなところも葉っぱのグリーンだったりとか、うん、そういったものをしっかりと表現してくれていて、まあ、トンネル効果を生かして遠くの被写体を際立てることもできてるんですけれども、うん、でも手前の葉っぱも生きてくるっていう、うん、そういった写,写真に仕上がったかなと。うん、いいねトンネル効果がすごく自然、うんうん、誘導を、ね、してくれるよね。うん これはね、16ミ、mm、リ側で撮影しています。すごい。で次の写真、これもハノイで撮影した一枚です。で古めかしいえっ、ー、と市場があって、でその雰囲気がノスタルジックで素敵だなと思ったので、うん、えっとクリエイティブピクチャーコントロールの中にあるカーボンというフィルター効果を使って撮影しています。で,、ねうん、でモノクロのフィルター効果は全部で4種類あるんですけれども、うん、好きなのグラファイトだよね。僕はねハイコントラストのグラファイト。うん。 で私は、えっと、グラファイトに比べてカーボンは中間部のトーンがもうちょっと生きてくる、うんまあ、ハイライトと暗部を生かしながらもグッ、うん、と締めながらも、えっと、中間部のトーンを生かして撮影することができるのがこのカーボンです、うん、なので、まあ、パッと1枚撮ってみると、まあ、おばあさんの本当は鍵になってるんですけどもそういったディティール感だったりとか、うん、顔の表情だったりとかね、うん、しっかりと出してくれています。すごい、うん、いいね まあ、このふうに、まあ、3枚ずつちょっと写真を見せながら、はい、この Z50 の魅力っていうのをご紹介したんですけれどもこれからもどんどんいろいろとね動画特に今回撮影して楽しかったりとか動画機能だったりね、うん、ちょっとね AF の,あの設定とかが特殊というかですね、うん、変わっているのでこれはね、うん、また別途ねご紹介したいですし、ねはい、まあ今日発売になりますので。うん まあ、いろいろ触って、ね、楽しんでみようという方もいっぱいいると思うので、うんまあ、カスタマイズなんかも、ねうん、ご紹介していきたいと思います。はい、皆さんごご視聴ありがとうございました